500色の色鉛筆、おそらく一番多い色鉛筆のはずです。で92年に作った時は、でたまたまその時コロンブスのアメリカ大陸発見500周年ということもあって、まあ、500色にした。芯を日本でも、まあ、有名な芯の工場さんにお願いをしました。すごく柔らかいタッチ、塗り絵をする時にすごく塗りやすいというかね、色を出す時に何回も何回もやり直ししないというか、こうやって塗って、で我々が出した色が出てる出てないというのを判断するんだ。断面が丸と六角形、ほとんどの鉛筆はこの形なんです。99% っていうと言い過ぎかもしれないけど、今回はちょっと違うものを作ろうと、正方形の形にしました。でこの正方形でもギリギリ今作れる可能な一番最大の四角形なんですね。 7.6mm。 鉛筆を作るときにこの板で作るんですけど、こう削っていくときにね、真ん中六角形は削りやすいんですよ。もう今回のものは初めて作るし、でこの四角のこの縦にね、こう直角に切らないといけないから、こうカットする刃、それが特殊なものを作らないといけない。だから簡単には作れないものだと思います。今回は大手の企業じゃなく、中小企業が一個一個スペシャルな技術を持っているところにお願いをして、それをコーディネートして優れた技術を持っている中小企業を応援しようという意味でやりました。この鉛筆っていう業界っていうのは分業化されてるんですね。例えば芯を作る工場、それから木工をする工場で、色を塗る工場、このあとは箔、この名前をスタンプする工場、いろんなこう工程があって、それを一個一個がこう専門的な工場が一緒になって、まあ、一本の色鉛筆を作ってる。自分が生まれる前からの工場で、戦前からうちの親父が父親がやってました。この鉛筆工場は生まれて67年目です。まあ、この工場では私は17年働いてまして、でこのうちにある機械は、この文字を押す機械と頭を削っていく作業の機械はもう僕がの倍以上前から作られている機械。鉛筆はこの周辺ですね、東京の下町というところで作ってまして、ここでほとんどの鉛筆が生産されていると言っても過言ではないですね。でその工場さんの持っている世界に発信できるような技術だと我々も思ったので、まあ、そういうメイドイン東京というところにすごく作るモチベーションを持っていったんですね。一気に500色ポーンとね、もし渡せることができたとしても大きな感動かもしれないけど、一気で終わらすよりも、まあ、25ヶ月こう楽しんでもらうという、そういう、まあ、考え方がまず一つあります。テーマを決めて、20色ずつ作っていったんです。テーマの一つにスプリングというのがあります。で春のようなイメージのある20色を作りました。で一個一個の名前もそのスプリングだったらスプリングにちなんだ名前がついてます。約2年かけて500食を楽しんでもらおうと、毎月20食ずつ、お届けするっていうやり方にしました。